真新しいスーツを着た新入生が集まった北海道大学の入学式。去年は午前と午後の2部に分けて行われましたが、今年はすべての学部の新入生が一堂に集まったほか、保護者の人数にも制限がありませんでした。また応援団の人数制限も解除され、会場には新入生へのエールが響き渡りました。小さい頃から憧れの大学だったので、入学できたことが信じられないですし、すごく頑張りたいなっていう希望に溢れてます。自分の学びたいことをカスタマイズして学んでいきたいなと思ってます。今年の入学生は2596人で、このうち道内からの進学者は3割ほどの797人です。